やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、スタミジャパンでございます。今日はね、お台場の肉フェスにやってまいりました。しこたま飯を食ってね、楽しんでいこうかなと。あ、これありますね。動画ちょっとダメなんで。あ、そうなんですね。それ規定になってるんで。あ、配信ダメらしいっす。すみました。あれ、おい、ふざけんなよ。おい、ミート俺も来たかったよ。ふざけんなよ。ちょっと待って、もう一つフェスがやってるはず。そっちのフェスにかけよう。頼む、俺クソほど腹減らしてきてるんじゃん。うわー、つらい。俺これで入れなかったらガチでつらい。ありがとうございます。はい、またね。はい、どうもワンちゃん映していいですか？全然大丈夫です。お名前なんですか？ミルって言います。ミルちゃん、はじめまして、スタミって言います。おいおいおい、なんか、お大丈夫？触っても大丈夫？全然大丈夫です。あー、ミルちゃん、かわいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ったな。なんかオクトーバーフェスの方がいける気はしてんだな。なんか思想強いな、ここどさくさに紛れて。こんなんひでえよ、マジで。やめようぜ。あ、どうも。え、誰？あ、あれだ、あの、スタンビさんだ。よくわかんない。スタンビさんだよ。どうも。じゃあね。はい。ちょっと待ってね、映していいかちょっと聞くから待って。すいません、ホームビデオみたいなものを撮ってるんですけど、中でそういう撮影って全然 OK ですかね？はい、大丈夫だ。わかりました、ありがとうございます。ちょっとマジで気になる人たちにインタビューしていいですか？すいません、今配信してるんですけど、はい、映していいですか？いいですか？これ全部持ってきたんですか？持ってきました。めっちゃいいっすね。持ってきました。最高っすね。ベイブレードビルっすね。マジそうっす。今日ベイブレードビル。たまらんすわ。じゃあやっちゃいますよ。どんどんやってください。3、2、1、5。すごい、今のベイブレード。すごい激しい。もう今激しすぎるからさ、出ないようにこういうのがあるんだね。そうなんですよ、これないと飛んでっちゃう、うん、すげえわ。え、ちょっとさ、それコレクション見せてもらっていい？あ、いいですよ。これ今多分現状出てる。うん、え、ちょっと待って、出てる。待って、懐かしいな、あれ。あ、これ懐かしい。これ復刻なんですよ。え、復刻とかあんだ今。はい。うわー、どないか、俺持ってたわ。変わっていい？いいっすよ、いいっすよ。俺これだ、持ってたの。初めて買ったベイブレード。ドライガーで、青龍をその、どんどん、積んでいったの覚え、懐かしい、ドライガー。ありがとう。3、2、1。勢い、すごいね。うえー、すげー。これやってみますか？やってみる？いいっすよ、いいっすよ。やったぞ。これで OK？ はい、OK、うん、です。ちょっと練習していい？いいですよ、いいですよ。知らないぞ。いいですよ。いくよ。ゴー。勝負する？俺と。お、もちろん。好きにカスタムしてみます？ちょっと、あ、で、ドライガーでやりたい。ドライガーでやりたい。男の趣味、うわたまらん。もうこのセットがたまらんやん。これですね。これちょっと色が違くなっちゃうんですけど。全然いいよ、全然いいよ。これが俺のドライガーです。こんなカスタマイズ性あるんだ。じゃあやらせていただきます。僕こっちで、ドライガーの方でね、灰色でドランザーで、はい、いきます。3、2、1、ゴーシュー。おーい、今のがエクストリームフィニッシュって言って、今一番いい勝ち方です。弾き出して、いい勝ち方です。ありがとう、やらせてくれて。いや、そう、楽しかったわ。楽しんでいただけてすごい。ありがとう。僕スタンミって名前で今生配信してます。スタンミ、はい、後でちょっと見てみてください。スタンミでやってるんで。はい、ありがとうございます。また、よし、来るぞみんな。
せな空間だこと。平和な国だな。というわけでご飯を食べていこうと思います。ビールとソーセージですね。こだわり焼き鳥とソーセージ9点盛り。うわ、どれがいいんだろう。辛口はダメだね。あ、来た、マンゴービア。ビール苦手でも大丈夫、 100% マンゴー&ビール、これにしよう。やばいだろ、3リットル誰が買うんだよ。ありがとうございます。うわー、すいません、ありがとうございます。いただきます。危ない危ない、待って、ローストビーフが風に飛んでくる。危ない、大丈夫大丈夫、危ない危ない。いただきます。うん、ま、待って、飲みやすすぎる。え、全然なんかそのビールのさ、そのツンとする感じというかが感じない。マンゴーの甘みにね、消されてるわ。後味もすっきりしてる。フィッシュ&チップスいただきます。いただきます。タルタルソースをつけて。揚げもうめえ。ローストビーフの方もいただきます。見て、ソースもついてるんだ、ほら。タレがついてるんだけど、なんかマッシュポテトをめっちゃ濃くしたみたいな味付け。揚げもんってうめえな。あー、いいよいいよ、ありがとう、プレゼント、乾杯。いつもありがとうございます。あ、待って、またね。またね。ありがとうございます。この前のさ、どこ行くのファン見で分かったんだけどさ、俺のファンはギャルが多いわ。みんな髪の毛マッキンキンだった。まあ、下ネタとか話したらさ、体勢があるんだと思う。はい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 。みんな乾杯しに行くんだな。乾杯。あ、もうみんな。乾杯。なんでお前、なんでみんな乾杯してくれよ、乾杯、楽しんで。あー、うまっ、マジうまいねんけど。というわけで、ゴミ寄せて第2陣に行きましょうか。どうもありがとう。この木陰の下にしましょうか。ここにちょっとビールをこうやって置いといて、ここ俺の場所で。大丈夫かな。超うまっ、やば、ありがとうございます。取ってくれてるビール、視聴者がありがとう。うわー、すごくね、見て、なんかでかくね。やばくね。それではチーズがべっとりついたこのソーセージ、いただきます。飛ぶわ。こちらもいただきます。このお値段だ。すごくない。いただきます。ムール貝ってこんなんだっけ。食感すごいクリーミーだわ。弾力あると思ったら
ある一定のところにあったらプチュンってなって、中からクリームみたいなのがね溢れ出してくるんだね。うまー、バターうまっ。見られてた、これ。どうもどうも。写真撮りましょうか。あ、お願いします。チーズですよ。すごいダブルが。はい、チーズです。いろんな子が見てくれてるから。はい、チーズ。はい、ピース。はい、ピース。はい、ピース。ピースしてあげてよ、ほら。俺たちピースして。はい、ピース。はい、ピース。あ、まあ、なんでピッチじゃくれんの、おい、バカでけえってここに座ってるだけ追加がたくさんくるんだけど、お腹はち切れちゃうよ。ありがとうございます。質問悩み相談をここでするのね。酒が回ってるからそういうの助かるよ。最近大学入ったばっかなんですけど。大学の話は俺は答えらんないよ。俺行ってないから。あの、人、いや人と話すのが苦手で、連れてきてなんかどうやったら。学校っていうコミュニティって、その、狭いから、言うて。無理に絡まなくていいと思うけどね。自分がなんか行動を起こせば、なんかコミュニティってたくさん存在するから。例えば、今そこにさ、人だかりあるでしょ。あれって俺の視聴者なの、全員。ああやってコミュニティってすぐ出来上がるし、君が今俺の視聴者として来てたじゃん。で、そこに君が入るコミュニティがあるじゃん。みたいな感じで、なんか大学だけじゃないから、なんか視野が狭くなるともったいないから、いろんなところになんかちょっと足、一歩踏み込んでみて、楽しんでみて。はい、うん、ありがとうございます。はい、頑張れ！頑張ります。肉フェスは入るところでね、突っかえされました。配信始めて10分ぐらいで、ここ配信できないんでって言われて、北東バーフェスに救われました。カルビがもっと有名になったら肉フェスに呼ばれるのか。カルビはもう肉フェスとかに呼ばれて1メートルだろうけど、ターゲット層が違うんじゃない。カルビのファンの人たちってあれでしょ、格言好きなおじさんたちでしょ。こういうところに来て飲むとかしなさそう。いや、偏見じゃないね。違う、これ偏見じゃないって。俺のカルビの視聴者のイメージってママみたいな女の子とパパみたいなおじさん。だってカルビの配信とかリリムの配信とかってそういうメンタリティがないと見れないから。俺の配信もそうだけど、許すメンタリティっていうか俺の8番出口もさ、許すメンタリティがないと見れないんだよね。ほんと似てる。体調悪い時にカルビはまずい。ワイも3回回された何ごめんなさいんだよ。3回番されて何すんだよ。お前の方がいるんだよ。そういえばさ、LJL のウォッチパーティーって何やったの？ユージが暴走して V が燃やされた懐かしい流れじゃない？最近なかったのにね。やっぱイニシエのロルミンってやっちゃうんだね。パンネルってやつでしょ。ないよね最近。なんか一悶着あったらさ、いやもう難しいと思うけど、配信者に任してほしいんだけどね。配信で生き残ってる人たちってさ、なんとかする能力がある程度ある人たちだからさ、ちょい燃えしてもさ、ちょっとチャレンジさせてほしいよね。なすすべないやん。どうしようもないやんね。うまくやると思うけどね、単純に。あれもそうじゃん。格ゲーのさ、私有代の話も。あれマジで誰も悪くねえよ。あれ本当に誰も悪くない。カプコもね、テンパっちゃったのあれ。カプコンがテンパったの。格ゲーのスタイルって俺わかんないんだけど、パッチノートをポンって出さないで、最初なんかそのパッチが適用された機械を置いた場所みたいのを用意して、そこにプロゲーマーとか呼ぶんだよ。で、そこからなんかレビューするみたいな形をとってて、いろんなプロゲーマーがキャラのナーフとかバフとかを何々できた、フレイチからフリーになったみたいなのをツイートするんだけど、瞬動殺がワンボタンで出るっていう情報が本当か否かっていうので、結構議論がなされていて、その議論がおもろかったの。
議論がおもろかったんだけど、なんか公式がワンボタンで中国人が出ませんって証言しちゃって、ワンボタンで中国人が出ますって言ってたプロゲーマーが嘘つき扱いみたいになっちゃったんだね。いや、そんなんプロゲーマーがかわいそうやん。カプコン何してくれてんだよって見方もあるけど、今まで格ゲーがこんなに盛り上がったことなくて、カプコンもテンパっちゃったの。プロゲーマーがこんなに自信を持って言ってるし、実装された時に本当に中国札がワンボタンで出ない方向だとしたら、これはどういう方向行くんだろう。これは訂正しておいた方がいいんじゃないか。よし、訂正しとこう。ポチッ、ブワー。議論されるのが怖くなっちゃっただけなんだよね、あれって。絶対そう。真実監視中。何真実の前見てんの。気持ち悪い。カス。V スポの新人がロルメイン、ロルがメインゲームでダイヤ4らしいぞ。そうなの。ロルが上手いって事務所入るときに選考基準に入るんだって。アピールポイントとして弱いと思ったけど。俺より入れただけや。俺だってプラチナだもんね、今。最近しばらくロル起動してないな。俺暇あったら最近スト6やっちゃうから。エルデンリングやってほしいです。なんか、長い系のゲームは俺やるやつ決めてて、ね、デトロイト。デトロイドビカミューなんとか。寒くなってきたんで終わりますか。冷えてきたわ。先ほどまで眠くなる配信でしたね。お疲れ様、皆さん。おい、おい、そういうの